こんにちは、ゆるりでございます。皆さん、調子はいかがでしょうか。昨今、時の流れとは早いもので、昔は10年一昔と言いましたが、今は5年一昔、3年一昔って。ゆるりはそう感じるんですが、皆様はどうでしょうか。さて、今日は日本のテレビについてお伝えしようと思います。題して、三菱電機テレビ事業を大幅縮小、家電販売店では買えなくなります、テレビ業界芸能人青ざめるです。最後に日本人の反応をお伝えします。それでは早速行ってみましょう。このゆるりテレビは基本的にエンターテイメント系の楽しい話題をお伝えしようと心がけているのですが、本日はちょっと真面目なお話です。テレビのお話ですが、楽しい芸能人のお話ではありません。昨今、日本に限らずブロードバンドのネットが普及している、先進国を筆頭にテレビが落ち目、すなわちテレビ離れが進んでいると皆様もご存知だと思います。アメリカでもかなりテレビ離れが進んでいる模様で、いろいろ記事も出ていますので、皆様も目にしたことがある人は多いのではないでしょうか。ちょっと古い記事ですが、2017年の記事に、アメリカの若年層、テレビ視聴時間が 40% 減少しているとの記事も出ています。それから数年経過しているので、これがよりひどい状態になっているのだろうと想像できると思います。理由は、ネットの方が楽しいというのが、簡単に言えばこのことに尽きると思います。記事にも書いてありますが、スポーツのテレビ中継がなくなったのが、テレビ業界にとっては大打撃だと指摘しています。日本でもそうですよね。最近話題になりました。サッカー日本代表のワールドカップ予選のテレビ中継がホームだけとなり、アウェーはダゾーンのネットになりました。もちろん、ダゾーンではホームも放送します。そして、Jリーグもスカパーからダゾーンに変更になったことは皆様もご存知ですよね。そしてプロ野球。一昔前、いや二昔前でしたら、地上波でゴミ売り、新聞の読売巨人軍を中心に、当たり前のように、毎日のように放送していたものですが、今では地上波で放送することは稀であります。壊滅状態ですね。大相撲だけは国民からお金を搾取している大 NHK が放送し続けているので、放送していますが、いつまで放送し続けられるのでしょうか？他の競技もテレビの中継はもともとほとんどありませんでしたし、ゆるりは大学ラグビーのファンでもあるのですが、二昔前までは頻繁ではないですが、地方局とかでは大学ラグビーを定期的に放送していたのですが、今ではほとんど放送がなくなりました。結果、それを今まで見ていた人たちは必然的にテレビから離れてネットで見るようになるでしょう。ゆるりはダゾーンの回し者でも何でもありません。ダゾーンには加入してませんし、一度もダゾーンで見たことはありませんが、Jリーグに、プロ野球、テニスに、ボクシング、どんどん取り扱う競技が増えています。月々1925円税込みで、すべて見れるわけですから、安いと言っちゃ安いですが、だからといって、毎月毎月支払うとなると、一般庶民は躊躇しちゃいますよね。NHK の、馬鹿らしい料金も見なくても、ヤクザへの献上金のごとく搾取されますからね。NHK とダゾーン両方払うとなると、NHK が衛星込みですと月々2200円くらいですから、ダゾーンと合わせて4000円超えますよね。ちょっと、庶民はこの金額は払えませんよね。NHK がこの日本から消えてしまえばいいんですけどね、笑い。さて、本題に戻りますが、なんだかんだネットの普及は想像以上に進んでいます。進んでしまいました。
人間には1日24時間365日しかありません。ネットを楽しめば他の時間を削るしかありません。そしてその削られている時間がテレビということになります。その結果どうなるのか。当然テレビを作るメーカーの販売台数が減ることになります。当然撤退するメーカーも出てきます。家電分野において昔はテレビは花形でしたが、昨今の日本のメーカーの凋落ぶりはひどいのなんの無残なものです。ここで報道がありました。大手家電メーカーの三菱電機はテレビ事業を大幅に縮小するということです。一般家電販売店向けに製造をやめるということです。昨今テレビ自体の差別化が難しくなっています。続々と海外のメーカーが激安品を販売しています。簡単に言えば汎用品になり下がりました。部品を買ってきて組み立てて出来上がりということです。どこの国でも作れるレベルになってしまいました。そして何よりこの報道は TBS が報道したんですね。とうとう大テレビ局である TBS も認めたということになります。はっきり伝えています。テレビの需要が減少しているとのことです。メーカーも撤退するということはテレビ局も厳しさが一段と来るということでしょう。テレビ局も芸能人もこの状態に今後ますます青ざめていくでしょう。笑い。ゆるりはサッカーだけはテレビで見ていたのですが、サッカー関連の番組もテレビからどんどん減っていますし、サッカー中継もほぼなくなったような感じですので、必然的にもうテレビいらないねって感じです。 YouTube でたくさんサッカー関連の動画がありますし、ニュースもテレビよりも専門的なニュースが多いですし、うざい芸能人がわけもわからないような芸能人が出演しているテレビのニュースの解説なんか見たくも聞きたくもないですしね。笑い。それでは最後に日本人の反応をお伝えします。もう日本の会社の液晶テレビがなくなるのは時間の問題、寂しい限りだね。日本人経営者のテレビ販売に対する判断ができなかったことが原因だろうな。ソニーのようにテレビやゲーム機などのハードを作りつつ、収益はソフトにシフトしていかないと厳しいかもね。ソニーは最後の砦として頑張ってもらいたい。こないだテレビではないが電気ケルトを買おうと思って調べてみたら、日本製はもうほとんどなかった。日本製はガラパゴスだとか言われてるけど、きめ細かな仕様がやっぱり良くて、それが逆にあだとなる時もあるが、いずれにしても日本の電機メーカーは予想よりもはるかに力をなくしてしまってるのかとショックでした。テレビ人口が減ったことも一因だろう。くだらないトーク番組が増えたことでテレビの存在価値が下がってしまったのだ。ハードを売るためにはソフトが必要なのだ。洗濯機も撤退してしまったし、なんとも残念です。 REAL 使ってますが、画面が左右に動いてとても便利で気に入ってます。気がつけばテレビを見る時間より PC やスマホで動画を見る時間の方が圧倒的に多くなった。家族がリビングにいてテレビがついていても、みんなそれぞれがスマホやタブレットで別々の動画を見ています。テレビいらない。海外じゃ LG、サムスンが高級テレビ、日本でもそうなるであろう。テレビをやめるということは PC のモニターのようなのは生産を続けるという意味になるのか。これは全部 NHK が悪いな。 NHK の悪評が元でテレビを作れなくなった。三菱は割と評判については気になる方だからな。 NHK を映らなくしてくれという要望が多いことは知ってる。だったら当社は嫌われてしまわないようにテレビの製造はやめるよ。来年6月で液晶事業そのものから撤退するんじゃなかったっけ。うちにはすでにテレビがありません。時代の変化なので仕方ないでしょう。NHK が
液晶モニターやテレビの生産をなくしたと言っても過言ではない、笑い。こじき野郎、笑い。スクランブルで白黒つけろや。撤退は遅すぎたよね。まあテレビって見なくなったしな。NHK のせい。うちも NHK が嫌いでテレビ捨てた。でも民放が見れなくなって不便をしておる。若いやつも受信料払うのが嫌でテレビ持ってないやつがほとんど。テレビなんて安いんだから NHK 無料なら買うよ。かなり前に NHK が学生への受信料徴収を強化したんだよ、確か。たった一つの純国産テレビだったのに残念。三菱のテレビは壊れにくかったのに。三菱のテレビ技術者が中国メーカーへ行く。もしくはアイリスオーヤマ。白物家電から撤退するのも時間の問題。シャープ買うなら三菱を買う。朝鮮人や中国人ではないからね。今後は米の制裁で中国経済沈没、韓国経済も日本からの制裁によって沈没。三菱電機はテレビやディスプレイの事業でも復活できるよ。撤退しないでくれ。我が国にはテレビの技術も必要だ。だって中国、韓国の経済はもうすでに壊滅の寸前にしておいたからな。液晶パネルも日本国内で作ってペイできるようになるさ。もしもこのことが元で戦闘機のロックオンする時などに使う。ヘッドアップディスプレイの技術蓄積が少なくなったら全部 NHK が悪い。以上です。日本という国は20年前まで世界第2位の経済大国でした。世界に名だたる家電電機メーカー、有名企業もたくさんありました。三洋、シャープ、東芝。外資に買収されたり倒産したり。生き残ってる三菱電機しかり、パナソニックしかり、日立しかり、どんどん弱体化しています。この間グローバル化が一気に進行しました。日本企業はバカなのか、海外企業への技術供与をし続けました。自由移民党は止めもしないで喜んで韓国、中国を支援してきました。一体日本という国はどういう国なのでしょうか。それでは今日はこの辺で。また次回お会いしましょう。よろしかったらチャンネル登録お願いしますね。